緑地西橋緑地西橋は、大阪府大阪市鶴見区にある、大阪市道に架かる道路橋である。旧震災橋時代、地上から旧震災橋時代、俯瞰鶴見緑地公園西側沿いを通る、大阪市道鶴見区第8324号に、架かる、全長36.7メートルの橋梁である。もともとは、長堀川に架か,かっていた鉄橋の旧震災橋であり、 旧震災橋より撤去された後、途中3カ所にて、橋梁の移設、撤去を繰り返した後、現在地に移設されたものである。現在の本橋梁では、旧震災橋からボーストリングとラソゲタの衆構前のみを転用し保存している。日本現存最古の撤去とされ、土木学会戦勝土木遺産に選定されている。なお、橋梁に当たる部分には、鋼桁タ橋がかかっており、 トラソゲタ自体が支える構造にはなっていない。1990年の大阪、国際ゲト緑の博覧会の開期中は、京阪本線関名駅からの歩行者ルートとして利用された。下地、式プラットトラスの形式であり、1873年にドイツより輸入されたドイツハーコート製である。また、トラスの部材をボルトで締めて連結組み立てを行う。 プレハブ式であるのが特徴である。ありがとうございます。